これね、これ乗り切ったら僕大人になれるかな。マチュー、ああ久しぶりに会ったと思ったらいつもと変わらない調子の味。待って、これ牧師店。まさかね。牧師、なるほどね。こっちが一体今までどんな気持ちで、まあ、確かに、どんな気持ちでも確かに。アンジは唇を尖らせて走ってくると、そのまま抱きついてきた。やめろ、くっつくま。それをぐいぐい手で押しって引き剥がしながら、いつも通り騒がしいやりとりが続く。しかし、そのうちアンジは黙り込み、いつもとは違うトーンで、真面目なトーンでつぶやく。最近あんま会えてなくてごめんね。びっくりして見上げると、そこには申し訳なそうな顔をしたアンジがいた。なんだ、わかって。全身の毛穴から変な液体出てきそう。いいよ、別に。気にしてないって言ったら嘘になるから。つい僕も捨てたように返してしまう。揺れる瞳、曇る表情。どうしよう。困らせたかったわけじゃないのに。今度はもうあんまり、ほっとく。ほっとくなよ。慌てて言葉を続けると、安心したように、アンジの顔は、ふやりと緩んだ。おいー、マチュー、ごめん、マチュー。大げさに泣きながら、ギュッと抱きしめてくるアンジを、よしよしと真似ながら話を続ける。大丈夫だよ、僕全然怒ってないから、ほんと、全然怒ってないよ。マチュー、また、冗談みたいに大きく泣く彼女を見て。どうして僕視点なの？まだアンジュの視点の方が読みやすい。また冗談みたいに大きく泣く彼女を見て、ああ可愛いなあなんて思ってしまう。可愛いと思ってねえ。これは小説、これは小説、これはアンジュの妄想、これは小説、これは小説、これはアンジュの妄想、思ってない、思ってない。可愛いと、愛おしいと思ってしまう。次はすぐに会ってくれないと嫌だ。一生、一生その面見せんじゃねえ、マジで。うん、わかった。ごめんね。絶対すぐ連絡する。目をうるうるとさせて言うアンジュ。こう言って、明日は、明日は別の女の子の家に行くのを僕は知っている。ママに帽子好きだ。ママにどうして好きなんだろうな。小さくつぶやいた言葉をうまく聞き取れない。ううん、なんでもない。そう言って笑いを見せると、アンジュは首をかしげながらも、同じようににこりと笑う。気が叶うんだ。叶わないな。ぎゅっと抱きしめ返し、しめ返さねえよ、気持ち悪い。慌てるアンジュをよそに、その顔を、その胸に、胸目だろ、てめえ。うずめた。僕だけのものになればいいのにな。悪霊退散！怪人滅罪！ありがとう退散！悪霊退散！
なんて思いながら。ケルベロス所属のチミ毛量